ジョン・カニンガム・ホワイト・ヘッドは、アメリカ合衆国の政治家、銀行家、官僚、南部マンハッタン開発公社理事、世界貿易センター記念財団理事を歴任した。ロナルド・レーガン政権にて、第9代アメリカ合衆国国務副長官を務めた。1922年4月2日に、イリノイ州エヴァンストンにて誕生する。2歳の時に、家族で、ニュージャージー州、 モントクレアに移住。1943年にハバフォード大学を卒業し、アメリカ海軍で第二次世界大戦に従軍。指揮官の一人としてノルマンディ上陸作戦にてオマハビーチ上陸に参加した。1947年にハーバード経営大学院で経営学修士号を取得。ニューヨークの投資銀行ゴールドマンサックスに加わり。 38年間を過ごした。共同会長兼共同上級パートナーとして1984年に引退。1985年から1989年まで、レーガン政権において、シュルツ国務長官の下で国務副長官を務めた。彼はレーガン大統領から大統領市民勲章を授与された。1996年に、 ニューヨーク第8選挙区から連邦会院議員に立候補したマイケル・ベンジャミンの選挙事務長を務めた。ニューヨーク連邦準備銀行理事会理事、国連協会理事、アンドリュー・メロン財団理事、ハーバード監督委員会理事、ニューヨーク証券取引所所長、ブルッキングス研究所名誉会長を歴任。ロックヘラー家とは長い付き合いを有し、 ロックフェラー家が創設した組織のいくつかで役員を務めた。ロックフェラー大学理事、アジア協会名誉会長及び、終身名誉理事、リンカーンセンター劇場理事、世界貿易センター記念財団理事を歴任。これら組織との関わりの中で、ロックフェラー家に対して強い権限を持つ、新宅委員会にも参加した。この委員会は、ロックフェラー家の財産や、 ロックフェラーグループの投資について監督する権限を有し、またロックフェラーセンターを所有、管理する不動産会社に対しても管理を行った。ロックフェラーとの関係の中で、特にデイビッド・ロックフェラーとは深いつながりを持った。ハーバー・フォード大学の卒業生であり、同大学のキャンパスの中心や哲学部の講義名には、彼の名が付された。シートン・ホール大学のジョン・シー・ホワイト・ヘッド。 外交国際関係大学院も、また、彼にちなんで名付けられた。2004年に、ベーツ大学から、名誉法学博士号を授与された。2009年には、マコーリー・オナーズ・カレッジの推薦により、名誉文学博士号を授与された。ホワイトヘッドはまた、国際人権団体の国際救助委員会で、役員を務めた。1987年、ホワイトヘッドは、エリビーゼルと共に、 国際救助委員会から自由賞を授与された。同賞の受賞者には、ウィンストン・チャーチル、ヒューバート・ハンフリー、ジョージ・ H.W. ブッシュ、ビル・クリントン、ジョン・マケイン、レフ・バウェンサ、ハーミド、カルザイ、マデレーン、オルブライト、バーツ・ラフ・ハウェルラがいる。ホワイトヘッドは、アメリカボーイ・スカウトの最高階級である、イーグル・スカウトに列され、主君イーグル・スカウト賞が授与されている。 彼は2005年7月から金融サービスボランティア協会会長を務めた。彼はまた中道主義の超党派による非営利組織安全なアメリカのためのパートナーシップの諮問委員会にて委員を務めた。またホワイトヘッドはワシントン DC に本拠を置くシンクタンクグローバルフィナンシャルインテグリティの諮問委員会にも所属した。ありがとうございます。